ポール・ダメットは、イングランド・ニューカッスル・アポンタイン出身のプロサッカー選手。元ウェールズ代表、ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、ディフェンダー。地元クラブである、ニューカッスル・ユナイテッド FC の下部組織出身。2012年3月、ゲイツヘッド FC に短期レンタル移籍。シーズン終了後、今度は、スコティッシュ・プレミアリーグのセント・ミレミ FC に、 レンタル移籍。レンタル復帰後、2013年1月の FA カップ、ブライトンホーブ・アルビオン FC 戦で、念願のトップチームデビュー。その後、再び戦と未練にレンタル移籍。2013から14シーズン開幕戦の、マンチェスターシティ FC 戦で、プレミアリーグデビュー。 10月のリバプール FC 戦で初得点を決める。2013年11月にクラブとの契約を2019年まで延長した。シーズン最終戦の同じくリバプール戦ではルイス・スアレスへチャージを仕掛け膝を負傷させたことでスアレスの 2014FIFA ワールドカップへの出場が危ぶまれたためウルグアイ代表サポーターから殺害予告を受けた。 2014から15シーズンは、ダビデサントンが故障し、マサディオ・アイダラがベンチに降格したことで、左サイドバックのファーストチョイスに浮上した。2015から16シーズンも、主力として、マンチェスター・ユナイテッド FC 戦で、アディショナルタイムに3から3にする同点弾を決め、リーグ3位の時速 35.1km を記録するなど奮闘したがチームは降格した。 ダメット自身はイングランドで生まれ育ったが、祖父がウェールズ出身のためウェールズ代表を選択した。2014年6月のオランダ戦で初キャップ。UEFA ユーロ2016直前に行われたキャンプに参加したが、大会登録メンバーには入らなかった。代表6年間でわずか5試合の出場にとどまり、ベン・デービスからポジションを奪うことができず。 クラブに専念するため27歳の若さで代表からの引退を表明した。ありがとうございます。